はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。ミッドナイト様、ご支援ありがとうございました。あれやたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。NHK が政治家女子48党に改名だそうであります。絶妙に古くね。政治家女子48。微妙だな。古さが。なんか NHK のことはもうやらないって宣言ですかね。名前からも NHK 取っちゃったしね。ということで NHK を倒すのは日本改革党にお任せください。次回スクランブルデモは4月2日予定しております。公園の使用許可取ってきましたんで、すでに、例えば雪が降っただの、台風嵐だん言わない限りはやりますんで、よろしく、ご参集ください。3月8日参院予算委員会、ひょっとこにし文章を作ったと思われるのは私の後輩の西形さん、私の先輩長潮放送政策課長、私の上司の安藤局長、見事にひょっとの関係者ばっかしと暴露この3人言われたくなかったんじゃねえのかな、ひょっとしたら一般判断、これもチーム小西だろ、つまりそいつらが小西と結託して罠を張ったと。この3人呼んで局会開けば解決じゃん。でその3人が結託して取扱注意文書を漏洩させたと。もし捏造があればその3人が責任を負うということね。了解。事実なら小西は犯罪者。どの辺の犯罪なんだろうな。厳重取扱注意っていう公文書を世に晒したからかな。その3人は今頃後悔していることだろう。よし、その3人を証人喚問だ。とりあえずこいつら全員証人喚問やれ。ちょっと待って、全員小西とお友達、身内で高市潰そうぜってやってたの。チーム小西は上司先輩後輩とバランスいいですね。安倍側がお友達内閣って、批判されてたの、思い出します。パヨは決して小西チームをですね、お友達チームとは言わないだろうけどね。頭の悪いパヨの投稿、事実なら高市辞任、捏造なら当時の総務大臣の責任取って辞任とか書いてたバカがいたんですけれども、この文書が高市総務大臣時代に作られたっていう証拠ないですよね。なんつったって日付が不明っていうのはね、総務大臣の認可した文書って痕跡ないですよね。仮に、高市総務大臣の任期中に作られた文書でも、総務大臣が目通してなきゃ無意味だろ。見たこともないですね。部下が勝手に作った文書で、上司が責任いちいち取ってたら、そんなの曲がり取ったら勝手に文書作ってですね、いくらでも気に入らねえ上司を追い落とせますわね。この文書を小西含む4人でですね作ったのか、それとも3人が作って小西を鉄砲玉にしたのかは不明であります。小西は捨て駒の可能性も、ひょっとだけありますね。まあ捨て駒なんだろうけど、鉄砲玉っていうか、さらにひょっと、一般論として公文書を捏造することはあるんですか。今川拓郎総務省官房長、性格を期しています。ひょっと答えてない。何言ってんだこいつ。そんなね、完全完璧に間違いなくいつもいつも作れはしないだろう。今は中には不正確なものもある。ひょっとなぜ3人が捏造してないと言えないのか。ああ何言ってんだこいつ。今捏造してるっていう、ことになってますけどね。今川行政文書であるということと正確性は別。動画見たけど予算委員でですね、怒鳴ったり凄んだり人を指さしたりと小物界の大物本領発揮と、大好評でありました。本当にね、品がないっていうか、そしてなんでひょっとの脳内では行政文書は全て正確で真実っていうことになるのかが全くの不明。これ平安貴族の、言えば世の中そのようになるみたいな言霊の精神なんでしょうか。こいつの頭どうなってんのかな、見たいな。さらに高市大臣との直接対決もありました。ひょっとこ、どの文書が捏造なのか、高市大臣、私の発言や私と安倍総理の電話に関する記載がある、計4枚が捏造。ひょっとこ、安倍総理と電話してない、か
高市大臣してない、ひょっとこ全部捏造だとだと、高市大臣そう、ひょっとこそれは嘘では、高市大臣補佐官からの伝達何それ、この文書はありもしないことはあると作られたもので捏造だ、ひょっとこ捏造文書呼ばわりは嘘と認めて大臣辞職を求めます。何言ってんだこいつ話通じないっすね、まるっきり、高市大臣文書は事実なら責任を取るが事実じゃないですから、総務省はひょっとがやるなって言い上がった文書の精査を進める方針だそうであります。多分九段の3人も呼びつけて詰めることになるでしょうね。これどうすんの、3人は公開どころじゃなくてひょっとこう恨んでんだねえのかな、口が軽いっつって、あのバカって言ってね、一般の反応、原告には立証責任があるから小西終わってんな、明日から盛りかけの再来やな、テレビ見んとこ、盛りかけは行政文書ですらなかった謎の紙切れやったな、小西が入手経路を説明できないとこの3人は公務員法違反になるね、日付も作成者も不明な文章で正確性ほざくな、官僚が書いた文書だから間違いない、正しい事実だというのが間違い、せめていつ誰が書いたのか明らかにして、しないと拉致があかんと、松本総務大臣、総務省に捏造する者はいないと信じたいが日付と作成者が一致しておらず精査を進めている、これ正確で事実とは言えない、正確で事実と思えないって言ってませんかね、ひょっと小西どうすんのかな、これ、小西のお友達チームどうすんのかな、高市さんこんな通話していない、事実じゃない断言、本当に言ったんだったらですね、どっかに録音が存在するかもしれないんで、録音が存在する可能性を、否定できないんで断言できないですね、こういうこと、身内の会合かなんかでね、変なこと言っちゃって叩かれて多くの政治家議員が失脚してきましたけれども、これ言ってないって言えないからですよ、断言できないから、ひょっとしたら録音あっかもなんて思ったら、言ってないって言っといて録音ありますけどって後から後出しされたらさらに窮地に陥るからね、だから失脚してるわけで、とある事情通さんが解説しておりました。2016年磯崎陽介首相補佐官が、これ衆議院議員、総務省を巻き込んで大暴れ、放送局に圧力かけようとする担当大臣の高市さんは圧力かけるのは反対だったが安倍総理がイエスと言っちゃったので最終的に従った。総務省の官僚は磯崎を恨んで念のため資料を残す、今回の資料ですね、文書、高市総務大臣放送局に圧力をかけたり放送法解釈に言及したりする言動を時々見せ野党から批判される。2019年参院選で磯崎が落選、参議院議員だった。2022年末、3年後の参院選は出れなかった、磯崎を倒した野党議員が知事選出馬のために辞職の意向を表明、補選で磯崎復活のチャンス、これ次の選挙ですね、2025年の選挙ですね、2022年去年の参院選は他に自民党候補いたから出れんかった、磯崎に復活してほしくない総務省官僚が磯崎の応募っぷりをまとめた資料を小西に流す、これが今回の文書。小西、磯崎を潰すために関係者である高市に国会質問を通して事実確認しようとする。高市大臣身に覚えがないため文書が本物なら辞職すると言い放つ。小西、磯崎の落選運動だったが高市大臣の首取れんならまあいいかと方向転換。総務省ニック機磯崎を潰すためにどっちみち、資料は広まってほしかったため協力、磯崎なんか火の粉が自分から外れたためおとなしくしておこうと資料の確認に協力姿勢と。磯崎の地元県連補選の有力候補者から磯崎の名前をそっと外す別にいい人いたのかな、どこの区だか、千葉だっけかな、磯崎陽介元参議がキーマンみたいなんですけど、2019年参院選で落選、2022年参院選には選挙区の現職自民参議が改選で出れなかった。こいつも国会承認関門不可避ですね、にしても磯崎って
元総務省官僚らしいんですけど、横暴やらがして元同僚の総務省官僚に、憎まれるって人としてどうなんでしょうかね。振ってはいた権力に溺れちゃったのかな。私はてっきり名前が出てきた3人が定年退職したからこの文書がこの機に出てきたのかだと思ってました。逃げ切れる。なんせ8年前とされる文書なんでね、残念ながら安倍総理ももうこんな通話してないって証言できないしね、デマで騒いだ永田メール事件っていうのを覚えてますでしょうか。民主党の永田なんていうのこれ利康かな、わかんないな、衆議の末路が哀れ、嘘で騒いで民主党に批判が集中し、前原誠司が代表辞任、で党の三役とかも全部変わっちゃった。民主党から追い出され2つの親族の会社を連続で1年も持たずに辞めた。妹が逮捕された、SNS 変死事件、で妹が逮捕された。創価学会に、訴えられ、何でしょうねこれね、営業妨害がなんかやったのかな。罰金刑となり精神病んでジップの経営するサナトリウムに収容された。2008年11月12日サナトリウムを脱走し徘徊していたところ警察が保護、同月に自殺を図るが失敗、2009年3ヶ月後ですね、1月3日北九州市のマンションから飛び降り自殺。永田は自分もおかしくなっちゃったけど民主党には大ダメージ与えた功績があります。ひょっとこ小西は立憲に大ダメージを与えることを期待しております。全くの捏造だって、バレてね、証人喚問の結果ね、精神的におかしくなることは、ありません。ひょっとこ小西はすで、にもう十分おかしいからすでにもうこれ以上はないっていうぐらいおかしいんで、バカほど自己評価が高いっていうダニングクルーガーそのものでから、国民の敵って言われても、いつ亡命すんのって言われても全くへいちゃら、面の皮が厚い、バカほど自己評価が高い、バカだから、こいつ自分を何様だと思ってんだかね。いやー、恥を知らないって強いなー。と、ちょっと羨ましくなってしまいますけれども、コラボ問題更新、小池都知事、あれは国の事業だし、バックレたのはですね、厚労省、国は助成してるだけであれは都の事業で、お金半分出してあげてるけどあれは都の事業で、お金出してるだけダメじゃん、都知事が嘘ついちゃう、勘違いだったらば周囲が訂正しないとさ、だんまりではですね、そういうことにして逃げ切ろうって考えてると思われちゃうだろだろ。まあそう考えてるのは間違いないですよ、でしょうけどね。昨日とにかくですね、川松都議がコラボ問題に突っ込んでおりました。ずさんとしか言いようがない、メモや議事録がない会議なら内輪の話で増額が決まったと言わざるを得ない、ゼロベースで事業者選定すべき、これが国の事業であるという知事の発言は間違いだ、住民監査請求も、住民監査請求もされたし、それも通ったし、都知事だんまり、代わりに副都知事が答弁、知りませんでした、住民監査請求を知りませんでした。ちょっと待って、6年ぶりに通った大事件ですよこれ、お祭り騒ぎなんですけど、副都知事が知らないと、嘘だら、大好評を博しておりました。さらに西山福祉保健局長、領収書が提出されなかったので不適切かどうか確認できませんでした、支出が不適切、会計が不適切かどうか確認できませんでした、一般意見ですね、それを不適切って言うんだろうな、領収書提出されないこと自体が不適切、領収書出せないのが問題、領収書提出されないことが不適切、狂ってんのがマジで、領収書確認しなくて良いことになってるのが大問題、こんないい加減な福祉団体が数千万円も公金受注できる時点で終わっとる、領収書見てないんで不適切かどうか分かりません、それが不適切でしょ、なんで領収書提出拒否を許すんだって話、委託事業ですよ、委託事業、本来は都の職員が直接やんなくちゃいけないのを下請けに出してるに過ぎないんだからな、その領収書の本来の持ち主は党なんだかな、党、川松都議は次回のこの点突っ込んでほしいですね、なんでね家主、お客さん、家建てるお客さんにですね、大工がここは見せられないっつって
ここの部屋は開けてはいけないとか言えんだって話ですよね。その家持ち主俺だぞという話ね。ペナチョコーさんの、都議会まとめ。ユリコは逃走、副知事は何も知らない、局長はカンペの繰り返し。お答えできません、お答えできません、お答えできません。 1,2 年前の第一四半期の報告評価だけで次年度予算決めてる、補助事業はやる気満々、体制見直す気は多分ゼロ、小池都政と都庁はまだ殴られ足りないようですね。行政訴訟の行方が楽しみですけども、散々ね、リーガルパンチをデンプシーロール食らうといいなと思っております。コラボを大応援していた共産党、県委員会書記長、大西渡るっていうものかな、これ渡る再逮捕。今年1月 JR 西千葉駅の女子トイレを上から盗撮して逮捕されました。昨年10月女子高生の自転車に脅迫文を置いて、カゴにね、さらにサドルに体液をつけて、いたのこいつってバレて再逮捕、また逮捕。こんなん笑わ、いやね、被害者のキモさを考えると笑えないですけどね。一般意見です。共産党、これは変態界の革命、変態界の暴力革命でしょうか。県書記長ってすごいの来たな、筋金入りの変態。サドル退役は前にもいただろう、共産党内で流行ってんのか。共産党市議会議員がこれやって捕まってましたね。新しい変態を見るたびに世界の広さを知る、これが世界同時革命。若いやつは行かれてなければ共産党員にはならんわな。ド変態で共産党員、虚勢一択と、ド変態、という属性に追加で共産党員って属性がついてんだか、ド変態だから共産党員になったんだか、共産党員だからド変態になってしまったのか、よくわかんないですけどね。いやはや、レベルの高い変態さんもいたもんで。コラボさんは、こいつを、キモいキモいキモいって、罵倒しないのかな？応援してくれる仲間だから別ですか？こんな変態に応援されて嬉しいですかね？なんだかな。というわけで、NHK を倒すため、日本改革党の責任が重大になってまいりました。皆様、動画説明欄、もっと見るをクリックして、メール党員さんになってください。日本改革党をお支えください。ご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。